ベタープレスの森本と申します、えー、企業年金を通じて優しい人が優しいままでいられる世界を目指しています私は小学生の頃両親が離婚しましたシングルマザーの苦労を見て育って長じて土屋の商売を手伝っていた弟は事業が失敗して自己破産しました真っ当に生きている人たちがお金の心配をしなくて済む世界を作りたいそれが企業の原動力になっています 今の日本では単身者の3人に1人、2人以上世帯の4人に1人が貯金がゼロで生活しています。それはシングルマザーであり、非正規雇用者であり、中小零細企業で働く人たちです。さらに、男女差による将来格差がのしかかってきます。そもそも、男女の賃金格差において、日本は先進国の中で最低の水準です。 それに加えて、育児や介護での仕事の中断、復帰後の非正規雇用。その結果、老後の就任の男女感覚差は、実に女性は男性の半分になってしまいます。その結果、高齢単身女性の貧困は40%に達しています。こうした方々の資産形成をどう支えるのか。 庶民の資産形成を支えようと34歳の時に独立系の運用会社を立ち上げました。全然お金集まらなくて自ら創業した会社を追い出されてしまいました。その失敗を糧に自助ではなくて共助の仕組みを考えました。それが企業年金です。そもそも企業年金は個人で証券口座を作る必要はありません。会社経由で簡単に資産形成ができて、しかもふんだんに税制優遇が受けられます。 しかし、中小企業に企業年金の普及は難しくて、日本にある370万社の99.7%を占める中小企業における企業年金普及率はわずか16%です。その結果、4000万人加入できる方がいるんですが、恩恵を受けてない方が2350万人いらっしゃいます。中小企業で働く人や女性が加入しやすい仕組みってないだろうか それが新しい企業年金福祉育み企業年金に立ち上げにつながりました育み企業年金は中小企業で働く方や女性が安心して積み立てできるように2018年の4月に始まった企業年金です彼ら彼女たちが安心して働けるよう積み立てできるよう加入者は元本保証に加え税金や社会保険料の節税効果を受けながら有益に資産形成ができます 通常の企業年金と違って60歳じゃなくて退職をした時や休職、育休の時に受け取れます。そしてスマホで簡単に積み立てができて分かりやすく提供することで誰も取り残されない仕組みを提供しています。このようにスマホで簡単に積み立てができて残高もすぐ確認できるようになっています。 説明会は決して難しいかと言葉を使わず分かりやすい言葉でお伝えしております受けていただいた方が自分の子供たちにも伝えたいというふうにおっしゃっていただいています実際の加入者の声です自分のその選んだ金額がたまっていく でその引かれた分の手取りで自分のやりたいこともできるっていうのが私に合ってるのかなと思って加入しましまた老後の貯蓄みたいなところも含めあの私今子育てをしてるんですけどあの子育てのためのお金とまた切り分けてしっかり積み立てられていっているなということでなんか安心感が <laughs> あのすごくある感じです、はい、ソーシャルインパクトのトラクションです。 ハガクミ企業年金の女性の加入率は実に67%、通常の企業年金の2.7倍に達しています。そして、400万円未満の加入者が74%、年収400万未満の加入者が74%いますが、そもそもの毎月の掛け金は2万2000円と非常に多くかけていただいており、市政の方々に支持をされています。 非正規の方も8.4%と通常の企業年金の2.6倍に達しています。その結果、中小企業や女性が多い職場に受け,受け入れられ、設立6年で1700名から7万3000人と43倍に成長しました。売上高も3億から6.3億、今期14億に達します。2年後には30億になる予定です。 残高も300億を超えてきました。その結果、中小企業では引き受けが難しい、安定して得られる利回りの運用が構築できて、今2%前後で回っています。育み企業年金のこれからです。ベタープレイスを通じて、アジアの貧困問題を解決する会社に投資をします。前段の方にもぜひ投資したいなと思います。それによって、運用利回りを上げて、ノウハウを得て、さらに加入者にリターンをお届けしていきたいと思っています。 目指す加入者です。現在7万3000人ですが、こんなものでは終わりません。2040年には200万人、未加入者の1割を、育み企業年金を目指していきたいと思います。育み企業年金を通じて、中小企業で働く人々や女性の不安を終わらせます。何にもないところから始まったベタープレイスですが、今、13年経て100名を超える仲間が集いました。みんな自信を持ってサービスを提供してくれています。 加入者に寄り添ってててサービスを提供してくれています。この8月にいっぱい迷惑をかけた弟の働く職場で育み企業年金導入が決定しました市政に生きる人や社会を支えてくれているすべての人に経済的な幸せをお届けしたいと思いますご声援よろしくお願いいたします